んばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、 iPad の第8世代が届いたので開封していきます。気持ち悪いな、このテンション。あの、アップル信者っていうこともあって、すごい今日はテンション上がってます。この前発売された無印の iPad の第8世代をですね、ビッグカメラで買ってきたんですよ。じゃん。今回私が買ったのはスペースグレーの 32GB Wi-Fi バージョンですね。私この1個前のモデルの第7世代も使ってたんですよ。で、どういう用途かっていうと、お風呂で半身浴しながら漫画読んだりとか動画見たりとか、結構気軽に使う用の iPad として使ってたんですね。で、メイン機として iPad Pro の最新モデルも持ってるんですけども、それはどっちかというと仕事に使ったりとか、だから真面目に使う方、あとラフに使う方みたいな感じで、私の中での iPad の住み分けをしてたんですけども、今回ですね、とりあえず開けながら話しましょう。すごいんですよ。っていうのも、 iPad 無印って言ったらちょっとね、グレードが落ちるみたいな、まあ、多分そんな感じだと思うんですけども、今回ぼったくりで有名な Apple さんが、ぼったくり、ごめんなさい、カットしてください、これはやばい。結構高級路線でアップルって販売してるじゃないですか、いろんなモデルを。確かに第7世代までは安いけど、まあ安いなりに性能そんなにみたいな感じだったのが、今回の第8世代から普通にめちゃめちゃ性能良くなったんですよ。だからすごいそれが楽しみでっていうので開けちゃいましたね。まあ見た目は変わってないんであれなんですけども。じゃん。やば。テンション上がる、これは。あ、中身は、あの、はい。え、そうか、急速充電対応です、これ。え、マジで。あ、これ知らなかった。iPad 第7世代までは、急速充電対応しなかったんですよ。だから、こんなに大きい本体で、まあ、それなりに大きなバッテリー積んでるけど、充電遅いなみたいな。第7世代の時はそう思ってたんですよ。めちゃめちゃ速くなったんですね、これで。これだけで、あの、買いだと思います。っていうのも、値段がですね、34,800円から買えるんですよ。それすごいですよね。じゃあ、ペロンチョペロンチョいきますよ。うわぁ、テンション上がんな、これ。うわぁ、エロいねー。セクシーだよー。あー、でもそれなりに重量はありますね。最初に儀式やらせてください。ヨドバシで買ってきた、じゃん、アンチグレアフィルムセット。パワーサポートさんですね。安定のパワーサポートで買ってきました。あと、これも後でお見せしますよ。こう見えてもですね、あの、青木は、ソフトバンクショップで保護フィルム貼りのラスボスだったんですよ。一回も失敗したことないですからね。儀式やっていきます。ちょっと今から真面目に貼りたいんで、あの、話しかけないで。ラッキー、これが入ってました。クリーニングクロス。昔パワーサポってさ、フィルムって2枚セットだったのに1枚になったんですね。アンチグレアなんで、あの、反射しにくいやつです。これが個人的に好き。全部 iPhone もアンチグレア。そう、私、あの、 iPhone 11 Pro Max 使ってたんですよ。もう一番いいグレードのモデルを。でも今メインはもう見ての通り iPhone SE なんですよ。もうめちゃめちゃいい。やっぱりマスクして外出するから、 Face ID は正直、あの、使いづらいんですよね、この時期は。むしろ iPhone SE で私の用途だともう足りちゃうような気もする。カメラも全然悪くないしみたいな。今カメラ使ってるのは iPhone SE ですからね。このここ、カメラ用に。じゃあちょっと話しかけないで言ったら、じゃあお、お、いいの。一回まだ失敗したことないですよ。どうだ、どうだ。ホコリ入ってない。パワーサポのフィルムって、すごい質が高いんですよ。ホコリが入ったとしても、なんか目立たないような設計になってるっていうか、ガラスフィルムってさ、ホコリ入ったら絶望的じゃないですか。特にお客さんの iPhone にガラスフィルムって、私も何度も失敗してきたんで、はい。ということで、どうでしょうか。すごい綺麗に貼れました。で、さっき言ったアイテムですよ。これは、
もう皆さんに真似してほしいっていうか、本当におすすめ のグッズです。もう見えちゃったけど、これはですね、あのモフト X という、これタブレットのスタンドでございます。じゃあちょっとこれ裏見てみましょう。こんな感じに iPad の後ろにペタッて貼り付けて立てたりとか、まあそういう感じに使えるんですよ。これはもう本当に私、前回の iPad から使い始めて手放せなくなりましたね。ちょっとリンゴマークが見えなくなるんですけども、そうか、これ貼る前に外観チェックしないといけないんだ。じゃあちょっとモフト X、 やばい、私の目で、じゃあモフト X 貼る前に外観チェック。画面の右側にボリュームボタンがありますね。で、上部、これポイントですよ。イヤホンジャックあります。そして電源ボタンで、マイク穴ですね。で、これお尻がステレオじゃなくてモノラルスピーカーなんですよね。で、ライトニング、これタイプ C になってくれればいいけどなーっていう感じですけども。で、これがキーボードに接続するためのドックですね。カメラは出っ張ってません。これはいいですね。なんかやっぱアルミだから、たとえこの安めなモデルといってもすごいかっこいいですね。なんか仕事できる人みたいな、仕事できるぜ。で、前面が、10.2 インチのディスプレイ、液晶です。で、インカメ、ここにあります。で、これが感圧式ではないんで、 iPhone SE のように疑似ボタンではないんですよ。一応これボタンみたいなのあるんですけども、これって押すとセンサーが反応してブルってなんかバイブレーションが鳴って押した感のような感じになるんですけども、これは本当にペコペコへこむやつなんですよね。これマイナスなんですよ。っていうのも、私結構そのホームボタンの修理とか対応したことがあって、やっぱね、お客さんの中でそのホームボタンが故障するみたいなのが一番多かったんですよね、当時働いた時。まあでも今の iPad って、あのすって iPadOS でここホームボタン触らなくてもホームに戻れるっていう機能がありますんで、別にこれは押さなくてもいいんですけども、あ、でもホームボタンあるよっていう。はい、じゃあ外観チェック終わったので、さっさと貼っていきましょう。お、こんな感じです。これは本当に皆さんにおすすめしたい。これがあるだけで iPad ライフがすごい変わるんで、ほら、こういういろんな段階ができるんですよね。こうしたりとか、いろんな角度でできるよっていう。いきますよ。わ、すごい、色がめちゃめちゃ合う。かっこいいな、これ。この真ん中に貼りたいんですよね。あ、ついちゃった。ちょっと待って。なんかおかしくない？まあいいや、もう。これがいいんですよ。こう、上げて。おー、めっちゃいい。これいいな、お風呂角度、これ。私の。で、漫画をこうやってスルスルスルってやりたいときは、で、カバンにいるときは、こう。これはいい。あの、リングみたいにガタ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 ってなんないんですよ。リングだとここに出っ張りがあるから。パソコンみたいなこうやってタイピングもこれでできますね。すごい安定感ある。で、色もマッチしてますから。ではですね、今からこの iPad がいかに優れてるかっていうことをちょっと話して、その後にどんな人にこの iPad が向いてるかっていうのを話していきます。まずですね、何が優れてるかっていうと、まあ、さっきも出ましたが、これですよ。一番低価格帯の iPad なのにもかかわらず急速充電に対応してるんですよね。これ感動しました。なんかあんなにケチなさ、Apple がさ、こういうのやってくるっていう、まあそういうぐらいびっくりしちゃったんですけども、だからこんなに大容量のバッテリーでスッと充電できて、もう1日これを遊び倒せるっていう感じがすごい点。あとですね、 iPad Air 3っていう、これよりもグレードが高いラインナップで販売されているモデルがあるんですけども、それと全く同じの A12 チップを積んでます。で、 A12 チップってどういうチップかというと、わかりやすく言うと iPhone XS と同じチップを積んでます。で、 iPhone XS っていうのはいろんなスマートフォンの中でも今もなおほぼトップの性能を持っているみたいな。で、これ第8世代じゃないですか。これの1個前の第7世代が
A10 チップを積んでて、それは iPhone7 なんですよね。 iPhone7 と同じチップだから使えるっちゃ使えるけども、ここ最近 iOS14 も始まったことだし、少しもたつくのかなっていうのが私の感覚。確かに前作の iPad 第7世代使っててすごい快適に使えるけども、やっぱりちょっと引っかかる部分があったんですよね。たまにカクつきが出たりとか、まあ、あんまりないですよ。でもやっぱり最新のこういった iOS13 チップ積んでるような快適なモデルを使ってると少しもたつくかなみたいなあったんですけども、 34,800円で A12 チップが使えます。それがすごい。じゃあ前作のモデルからどんぐらい性能上がったのっていうことなんですけども、 CPU が 40% アップ、そして GPU が2倍アップっていうことなんで、どういうこと、私もわかんない。まあ、とりあえずゲームとかもネットとかも全部サクサクできますよっていうことです。なんかアップルってちょっと値段高すぎじゃないみたいなイメージあったりするじゃないですか。むしろアップルに10万円出すんだったら、なんかアンドロイドで10万円出した方がもっと性能いいスマホ使えるよみたいな。でも案外アップルってここ最近の傾向だと一番安いモデルでもすごいいいチップ積んできてるなって思うんですよね。なんでだろう。やっぱり iPhone 11 Pro みたいに一番グレード高いモデルってなんか使っててその所有欲満たされるし、やっぱ性能もすごい高いからなんかロマンがあるけど、もうこれでいいんじゃないって思っちゃってます。本当ですよ。私もうこれに今私ソフトバンクの SIM 入れてますからね。これをメインで本当に使ってます。やっぱホームボタンが便利ですね。あ、ちなみにこれはバッテリーケースなんですよ。あの11 Pro のシリーズと比べて、まあ唯一劣ってるなと思うのが、このバッテリー持ち問題なんですよね。ただ、バッテリーケースつけることで、サイズはそこまで変わらず、でもバッテリーの持ち2倍、しかもコンパクトに使えるみたいな。これがすごい、私は今最強の持ち方なんじゃないのかなと思ってやってます。じゃあとりあえず電源つけていきましょう。まあ、やれることは基本的に iPad はもう前作と変わらないんで、この辺はさらっとやっちゃいます。お、ヘロー、ヘロー。おー、日本語。あ、すげえ、iOS14 にもう最初からなってる。さあ、始めよう。おー、来たー、来たー。あ、かっこいい。この壁紙かっこいいな。じゃあですね、ちょっと、サファリやってみましょうかね。青木かの、はい。あ、早い。あっかの YouTube。いいですね。全然滑らかだ。私がよくネットブラウジングするときは、結構2画面にして使うこと多いんですよ。では簡単に動作速度もやってみます。 A13 チップと A12 チップなんでこっちの方が早いはずなんですが、どうでしょう。じゃあみんな大好き YouTube アプリ、一斉のせっ。お、 iPhone の方がちょびっとワンテンポ遅くなったかな。ほんと誤差のレベルなんですかね。ものすごい負荷をかければもしかしたら13チップの方が早いみたいになるかもしれないですけども、日常使いだとやっぱ負荷そこまでかからないから多分誤差なんでしょうか。じゃあ LINE 漫画、一斉のせっ。おぉちょびっと一瞬こっちの方がいい。な、ほんと誤差。そして漫画も、こんな感じに。私が大好きなメジャー。わぁ、でかい。すごい。わぁ、めっちゃいい。では今から簡単な音質テストをしています。iPad はこっからしか音が出ないので、MAX のボリュームからマイナス1で再生しています。おー。え、全然いい。いい。iPad と比較対象で iPhone SE、 これはステレオなんですけども本体ちっちゃいんでどうなるか。こっちの方が私は好きです
え、これ大丈夫か、比較対象になってるかな。なんか空気感的に伝わってくるのは確かにこっちのような気がするんですけども、なんか全体的になんかリッチな音が鳴ってるような。これ気のせい？あ、すごい、ウィジェットがここに出てますね。 iPhone はウィジェットが画面の一緒のホーム画面のところに出せるんですけども、こういうところに出せなくて、ここに据え置きみたいな感じなんですね。あ、でも便利だ。これで自分で好きなウィジェットを出したりとかできるんですね。こう順番変えたりとか、あとは検索バーとか出したりとか、そういう使い方ができますね。すぐに検索できるっていうのはありがたい。で、さっき言った本ボタンをそこまで使いたくない人はもうこれだけで十分なんで、これでサッとできます。あとも普通の iPad の使い方としては変わらないんで、今回ですね、私がこの iPad をどういった方におすすめするかっていうと、いやでもどの人にもおすすめできちゃうかもっていうのは、前作の iPad 第7世代だと、やっぱり A10 チップっていうところがちょっと私はネックだったんですよ。動画編集をがっつりやりたいっていう人だと動画の書き出しが少し遅いかなという不安があったりとかあったんですが、もう A12 チップだから、特段その他の最新型のチップとあまり大差ないんで、ってなると、もうこのディスプレイの差ですよね。ちょっと他のモデルとは違って、こういう無印の iPad ってディスプレイ分厚いんですよ。で、そのディスプレイの表面をタッチしてるっていうよりかは、なんか奥側にあるものをタッチしてるみたいな、なんかすごい伝わりづらいけども、ちょっと段差ありません？これが他の iPad だともう本当にこんな感じなんですよ。もう表面にちゃんとタッチしてるみたいな、ディスプレイが分厚いっていうのが違いですかね。なんか伝わりづらいけど、ちょっとディスプレイ奥まってません？ iPhone だと奥まってない。なので、ペンシルで例えばイラスト描いたりとかした時に、少しペン先と書いている文字の距離が多分数ミリあるみたいな、多分慣れればいいと思うんですけども、そこが違いなのかなと思いました。それ以外は本当にどなたでもすごいいいと思います。ただ一つ上のモデルの 128GB にすると1万数円アップしちゃうんで、そうなると安いっていうところからは外れちゃうかもしれないですね。だから私は32GBを買ったんですよ。いかに安くすごいいいマシンを使うかみたいな。なので私みたいなこういう32GBの一番安いモデルだったら、まあ、使い方としてはネットブラウジングしたりとか、動画を保存せずネットで YouTube を鑑賞したりとか、 Netflix とか Amazon プライムとか何かを見るよみたいな、もう見るコンテンツだけに使うっていうのが私のおすすめできる 32GB の使い方で、 128GB とかだったら、まあ、動画編集とか全然もうバリバリできるんで、動画編集やったりとか、まあ、何かを生み出すっていう使い方では 128GB おすすめですね。だから見るだけだったら 32GB ですかね。本体に保存したらもう速攻多分容量なくなっちゃうんで、 32GB って言ったらもうすごい少ないんで、元々のこういうデフォルトのシステムとかで 32GB 丸々使えないんで、多分20何GB しか使えないから、そうですね、やっぱり 13GB かもう元から使われてるんで 19GB ぐらいしか使えない。なので欠点は本当にさっき言った画面が奥まってるかなみたいな、なんかそれぐらいです。もうそれ以外は本当に全く欠点ないんで、 SE に並ぶ私の超お気に入りアップル端末。ちょっとこっから私の個人的な価値観というか考えなんですけども、結構神経質な部分があって、 iPhone 11 Pro とかだともう10万円超えしちゃうわけですよ。だからなんか気軽に使うとなんか怖いみたいな、なんか10万円のものをなんかガシガシ使うのが恐れ多いって思っちゃう性格なんですよ。なんか所有欲満たされるから欲しいんだけども、でもガシガシ使うってなんか気になっちゃうみたいな、っていう、まあ私の性格上こういうのすごい気軽に3万円台でガシガシ使ってても結構タフに性能を発揮してくれるから、これはすごいいいです。お風呂とか寝る前とかご飯食べながらとか、もうバリバリこれから使っていこうと思います。っていう感じで、今回ですね、iPad の第8世代を開封して、軽くレビューさせていただきました。まあ、多分、他の専門的なガジェット YouTuber さんよりは内容薄いと思うんで、ガジェットをそこまで特化してないっていう人が、買ってみたらこんな感じに思うよ、みたいな感想的な動画でした。っていう感じで、この辺で動画終わります。今回の動画が少しでもいいなって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと最近、Instagram、あと LINE 公式アカウントを開設しましたので、そちらもチェックお願いします。LINE 公式アカウントでは、LINE でしか公開しない限定動画など月に何本か公開してますので、そちらはぜひお楽しみください。また次の動画でお会いしましょう。